はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員楠田亮でございます。翔吾様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき恐縮であります。産経報道です。1月17日第208回通常国会召集と、まあ今日ですね、今日から150日間、6月15日まで、208回通常国会、が行われると、予定であると。まあ、参院選の投票日がですね、6月末か7月頭、毎回なので、まあ、延長は考えにくいですよね。6月15まで国会あるんだったら、まあ、選挙期間が、2週間ちょっとあんのかな。ですんで、7月頭の投票日になるのかな、気はしておりますけれども、参院選への影響を抑えるため、野党と対立しそうな法案の提出を見送り、政府提出法案58本に絞り込んだと。今までですね、本数出さなかった記録が56本だそうです。絞りに絞って。あるいは停滞してたのかな、野党の妨害で、それに次ぐですね、少なさ、いろいろ見送った。参院選の影響を抑えるため、これ野党がギャオギャオ騒げる法案をやると、テレビがそれっつって、それをですね、面白おかしくワイドショーで騒ぎ立てて、参院選が不利になるっていう判断なんでしょうか。病床確保のための私権制限を含む感染症対策改正案は対立を避けるため見送った。まあ、代表的なものがこれだって、感染症法改正案。つまり私権制限っていうことは、自治体とか、国がこうしてよ、強制できるようにする法案は見送ったそうであります。入管法も見送られちゃったんですよね。現状強制送還できないっていうね。殺人7件、強姦34件、強盗58件、窃盗293件、薬物630件などの外国人犯罪者がですね、帰国拒否しているのを強制送還できないっつう、まあ、民主党がこれやっちゃったんですけど、入管法の大欠陥を是正も見送りですわ。こういうのを最優先でやってほしいですよね。あんな野党が騒ごうがさ、こんなの野党も反対しようがなくない？なくない？いや、犯罪者強制送還できるようにしますから、野党反対できんのかな、これ。真っ先にやればですね、俺らみたいな保守層の支持上がってですね、参院選有利になるのに、まあ分かってないですよね。岸田政権、どいつもこいつも、ご意見番から、なんつうの、政策秘書から、まあ取り巻き連中、岸田総理も、テレビしか見てねえのか。で、疑いたくなっちゃうな。これ真っ先にやってくれたら、だいぶ印象良くなるんだよね。帰国拒否の3103人中、994人が犯罪者。これは正確じゃありませんでした。3103人はですね、滞在期限切れなどで入管法に違反してから収容されてるわけでして、まあ全員犯罪者ですよ。入管法違反の不法滞在者。全員犯罪者ですね。つまり3103人中994人だけが犯罪者じゃなくて、全員犯罪者なんだけど、994人は入管法違反以外の犯罪もやってるやつ。併合罪なんて言いますけれども、入管法違反以外の犯罪もやってるやつが994人と。見送りしてねえで、早くアメリカみたいに港に置いてこれるようにしろっつうの。もしくはですね、自給自足しろっつってですね、尖閣諸島に肉の盾として置いてこいっつうの。置いてこいよ。したら中国もさ、ちょい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 
あの、コネグナからさ、野生のヤギはいるらしいんですよ。尖閣諸島に。人間も大丈夫でしょ。帰国か、尖閣諸島で楽しい野生生活か選べ。で、これでもいいですよ。強制送還できねえんだったらさ、あの、帰国を選ばざるを得ないようにしてもいいですよね。病床確保のための私権制限を含む感染症法改正案は見送りと。泉健太立憲代表、最悪を想定するのであれば出すべきだなんて言っちゃって、出したら出したで私権制限だ独裁だって騒ぐくせにゃー、お見通しなんだこっちは。その泉、16日放送のですね、 NHK スペシャル永田町権力の攻防で、首はすげ替えられたけれども、頭は変わったけれども、体質は変わっていない、権力の闇は今も続いているなんて言っちゃって自民党批判したそうであります。まあ、こちらですね。私ね、この人整形してますよね。二重まぶたがきつすぎんもんね。あとはあの眼瞼切除っつって目大きくする手術もやってんじゃないかなって思いますけど、ホストがよくやるあのあれなんですけどね。それでまあなんか顔が不自然、人形っぽさがマシマシになってるって思うんですけど、ネットの反応です。そうだね、もうコントや、くの字の飛翔体、これブーメランってことですね。なかなかうまいこと言う人いる。投げる前から刺さってる。いきなり自己紹介始めて、どうしたの。突然自分語り開始。お、自己批判だな。次は総括か。さすが福山の秘書だっただけはある。そうだった。福山の秘書やってたんだ。こいつも立憲の適性が高いと。まあ立憲らしいっちゃ立憲らしいやつだなっていう意味だと思います。権力の闇は続くって。闇があんだったら野党は止めなくちゃダメだろ。それはお前らの仕事だろ、バカ。闇を止められないんだったら野党の無能の証拠か闇がないかどっちかですよね。むしろ何でもないとこつっついてですね、桜を見る会とか2年も騒いで闇が、騒いでるだけでしょ。これ疑惑は深まったとか言ってさ、泉はマシな方って言われてたけど、立憲の他がひどすぎるだけだったみたいですね。なんか相手候補の実家に行って、相手候補の親に立候補しないでくださいって、コンコンと2時間も時伏せたつ小川淳也っていうのがひどいっていうのは知ってますけれども、あれに比べたらわしっていうだけに過ぎなかったみたいであります。立憲の国会議員たるもの、以下の資質を持ち合わせていなければならない。これ私が考える立憲民主党の国会議員の入党資格っていうか、こうでなくちゃ立憲の国会議員は務まんにっていう特徴なんですけどね。嘘をためらわない。逆らえない官僚など弱い者いじめが大好き。人間性は最悪。なんか心理学的にですね、弱ってるもの、自分より立場が弱いものに対する態度に人間性が出るんだって。ですんで、大体嫌いな男ナンバーワン、こういう男嫌ですよね。女性に聞くとですね、店員さんに横柄とかね、毎回1位ですよ。ほぼ1位。それは女性が敏感にですね、この男人間性悪いな、クズだなっていうのを察知するからだと思います。自分の過去発言と真逆のことを言っても矛盾を感じない、さっぱり。自分を棚に上げっぱなし。使用言語が違うため、これ同じ日本語喋ってんのかなって思うでしょ。違うんですよ。違う日本語喋ってるんですよ、こいつら。お前が言うなが無効である。これは自分にを棚に上げっぱなしっていうのと関係あるんですけど、お前が言うなって言われても全然平ちゃら繰り返す。
無効化してしまう。ブーメランは回収が早いほど頭角を現す。これは立憲党内で出世するっていう意味ですね。投げる前に刺さっている現実と妄想の境界が曖昧または皆無。変なこと言ってますもんね。こうでなくちゃなんない、こうあるべきだ、すぐほざいてさ、そうじゃないもの許さない、現実はこうですからこうさせざるを得ないんですよっつっても全然理解しない、自分は正しく他人は間違っていると根拠なく確信している。自分が妄想した答え以外は一切認めない、答えてないを繰り返し、それはおかしいと思わない、そのね、質問とかするじゃないですか。で、連中が想定した答え、連中は謝らしてやろうとかそう思ってるわけで、謝らない限りはなんぼこう説明しても答えてないとか、お前らの頭が悪くて理解できねえだけだろうと思うんですけども、司法と逆で悪事を疑われた方が潔白を証明する義務がある。司法は逆ですよね。悪事を疑った警察とか検事側がこれこれこうでって悪事の証拠揃えて起訴するんですよね。で、証拠を揃えられなかったら起訴できない、これとギャグこいつらの考えはギャグであります。ただし自分の棚に上げっぱなしの方が強いので、自分らの場合はこれは無効化されます。つまり自分らが疑われた場合は証明しなくていいんです。全く都合いい脳みそしてやがんな。無知もお前だがその状態に平気、自分が無知っていうこと知らない、それすら知らない。ソクラテスの無知の知以外のものであります。頭が悪いこの資質は実は社会党の頃から全然変わってません。昔はテレビがですね、報道しないことで隠してくれましたけど、今ネットでバレバレであります。投げる前から刺さっている飛翔体と、バレバレだっちゅうことに、この手が通用しないっちゅうことに、バカ丸出しだってことに気がつかず、同じ言動を繰り返すのはですね、徹底的に頭が悪いって資質のおかげなんですけど、こうなるともはやですね、私の持論の左翼は甘えではすまねえなー。そういえばアメリカの左翼の民主党、変なこと言ったりやったりしてますけれども、ウイグル強制労働防止法は全会一致で可決成立っていうから、ちょっと違うんだよね、日本の左翼とはね。日本の左翼は外国のスパイ、左翼である前に外国政府のスパイであるっていう特徴がありますけどね。そこら辺が世界中の左翼とちょっと違うところであります。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。デトックスジャパン。